はい、どうもこんばんは。音来てますか？音来てますか？音と映像 OK。 はい、どうもどうも、よろしくお願いします。音声も映像もおでこも来てます。はい、ありがとう、よろしくお願いします。今日はですね、2019年の8月の17日、23時7分です。よろしくお願いします。まったりやりましょう。猫マもお母さんも寝てるからね、しっぽりとやろうと思ってます。タヌキ枠ありがとう。いえいえ、とんでもないです。まあ、なんか生活が今かなり苦しいんで、アイテムで少し助けていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。生活費の金額決まったね。ああ、それも書いておこうか。ちょっと待ってね。今飲んでんのね、コーラですね。ダイエットコークです。ちょっと待ってね。生活費についてツイート、いやいやいや、全然今日だけ稼いでもダメなんだって。毎日稼がないと。見えるかな、これで。あれ、ツイッター見えないか。ちょっと待ってね。いや、ツイッターちょっと今やるわ。ちょっと待って。で、これでいける？これでも見えないかな。あー、見れないか。おお、どうした。ちょっと待ってね。生活費だけでいくか。これでいけるかな。これでいけるか。うん。これでいけるかな。見える。はい。生活費決まったんで、詳しくはねリンク見てください。あ、今日そんなに稼いだの。今日助けてもらったね、だいぶね。苦しいのは嘘じゃないよ。本当だよ。うん。めちゃめちゃ苦しい。嘘ついてもしょうがないもん。生活費の金額とか全部決まったね。今ねリンク貼ってあるやつで見れると思うね。支出はだいぶ収まってると思うけどね、今までより。めちゃくちゃ絵うまい。猫ま、彼女の絵だね。うん、彼女はね、一日一回漫画描くのを目標に、4コマ漫画描くのを目標に頑張ってるね。ありがとう、うまいって言ってくれて。すげえ嬉しいよ。最低でも月いくら。俺がね、目標としてるのはね、一日花火25発かな。12,500円。いやー、でもお母さんの生活が楽になるんだからいいじゃん。プリンセスガーデンより安いし、いいと思うよ。全然共同生活だからね。お母さんにだけ家賃負担してもらったら居候だもん。それはダメだよ。
絵のブログで食えそう。ありがとう。もしよかったらいいねボタン押してあげて。生活費漫画って書いとこうか。書いとけばわかるか。こんばんは。おお、ニックさんいらっしゃい。こんばんは。かなり安くなるよ。放送頑張んないと。俺が稼がないと、頑張らないとね。やっぱその努力は実ると思ってるから、体張るしかないでしょ男は。そうだね、そういうことだね。お母さんに楽させたいからアイテムが欲しいんじゃなくて、生活をしたいからって感じかな。自分がこう生活をしてね、行きたいからっていう。一日大体8時間ぐらい目標にしてるかな。ツイキャスと YouTube とふわっち合計8時間は毎日やるっていう風に決めてるね。でもさ、引っ越しとかのさ支出とかがすごいかかっちゃってて、いろいろ軽トラ借りたりとか、ゴミを捨てたりとか、結構出費がかかってるから、助けてもらえるとありがたいね。もしよかったら助けてください。安定すればね、かなり出費を抑えてるからなんとかやっていけると思うんだけど、いやいや、猫まと俺で、っていう感じだよ。猫まも自分の食費出さないとダメでしょ。猫まも食ってかないと。猫間がね、なんかさっき泣いてたけど、配信もうやりたくないって、もう泣いてたね。配信が嫌いだって、辛いって言って泣いてたね、1時間ぐらい。だからやりたくないんだったら全然やらなくていいよって、借金はないけど蓄えはもうゼロだね。で、今月の支払いできるかどうかっていうのがもうかなりやばい状態だね。お母さんはね、職場でね、ちょっと一個の職場でうまくいってなくていじめられてて、猫まきついんだろうね。だから休んでいいよって。いやもうね、なんかいろいろプレッシャーに感じてんだろうね。なんか叩かれるばっかりで全然応援してもらえないって言ってたね。辛いって。なんかね、うまくいってないね。貯金なんてないよ。猫も働いてない。仕事今辞めちゃってるね。もしかしたらバイトするかもしれないね。わかんないけど。こんばんは。会社はもう辞めてバイトするかもしんない。猫もは。俺は比較的別に人がいても平気な方だね。一人になりたいっていうのはない人だね。いやちょっと一枠やりたかったんだよね。やっぱ稼がないとさ。今ちょうど事務作業が終わって、寝る前にみんなとこうしっぽり話したいな。最近一人でね、枠やることなかったから。ドケさんごめんね。ちょっとヘビのことは出てきたら報告するから。あんまり書かないで。悲しい思いまた込み上げてくるから。ごめんね、ドケさん。ソファープレゼンされてないですね。海水浴は俺と猫まで行くね。猫ま働かせるの嫌だけど、配信本人が泣くぐらい辛いって言ってたらね。
大変だよね。純子さん、もう一回ツイッターの方見てください。ツイッターの方に全部書いてあるんで。ツイッターに全部書いてあります。夜の配信の方がしっくりくる。ツイッター見てからね。全部書いてあるから。働いた方がいいかもね。それはそうだよね。何を言うかじゃなくて誰が言うのかだからね。いや、なんかのりこの配信、なんか悪口もし言ってるんだったら良くないからやめてもらいたいね。ありがとう、頑張るね。ありがとう。で、コマね、毎日漫画4コマ書いたらいいんじゃないって言ってる。俺精神的につらいね今ね。俺が一番今稼がないといけない時なのに、収入がどんどん減ってってるからね。もしよかったら22号さん助けてくれると嬉しいわ。みんな助けて。俺はのりこの枠見てないからさ。もし悪口言ってるんだったらやめてほしいかな。俺と別に猫まあのりこの悪口なんか言ってないからね。LINE スタンプ？ LINE スタンプ儲からないんじゃないかな。作らないかな。いや、かわいそう、好きにさせてあげてよじゃなくて、俺らの話題出さないでほしいね。俺らも出さないし、生ぬしとして言うのとさ、あのリスナーで言うのは意味が違うからね。料理とかは別に3人ともできるからバラバラにやると思うけど、食費を管理するってことだね、買い物。悪口言ってなかったらいいんだけどね。言ってるっていう人がいるってことは、まあ言ってるんじゃないかな。リスナーのコメントを読み上げるっていうのは悪口を言ってるのとイコールだから、スルーすることもできるわけだからね。俺働いてる人をディスったことなんかないよ。はい、わざつ。そうだね、なんか一人の社員の人とうまくいってないみたいなね。全てのコメント拾ってるんだ。料理は、まあ、人の話がわからない人がいっぱいいるな。料理は3人できるから、3人で分担しますよって今言ったばっかりだわ。34号さん、ツイッターもう一回よく見てもらってもいいですか？ツイッターよく見てもらったからコメント書いてください。なんでわかんない人がいるんだろうな。ナイポン、こんばんは。久しぶりにコメントしました。いらっしゃい。別に注意とかしないよ。人の感想は人それぞれでしょ。俺が別にどう思うのと、お母さんがどう思う、猫間がどう思う、3人バラバラでいいじゃん。猫間さんの漫画読んだらいいね押してくれると嬉しいな。で、面白いなと思ったらリツイートしてほしい。
読んだよって。そうしたら書きがいがあるじゃん、猫マも。あ、こういう人たち、こんなに多くの人に読んでもらってるって。やっぱいいねの数だから、ツイッターは。ツイッター面白かったらいいね押す、で面白かったらリツイートするっていうのをやってほしいね。だけど本人書いてる感覚がないんだよ。どれくらい反響あるのかとか分かんないから、作家は。面白かったらいいねとリツイートやってもらいたいね。猫マの漫画分かりやすかったよね。猫マ好きだよ。いいねしてくれた、ナイボン、ありがとう。みんないいねして。漫画下に書いてある URL、 下の URL に書いてあるから。こんばんは。寝てるから小声で喋ってるんだけど、ね、え、うまいよね猫まね。4コマ目なんかね、猫ま4コマ目に力入れるんだよね。なんか4コマ目で結構なんかね、あいつ顔芸みたいな、なんか勢いある絵でね笑い作るっていうか、最後の4コマ目バチって決めるんだよね、あいつ。なんかね結構そこでクスってくるんだよね、なんか、なんかいいよね。そう、4コマ目パワー入れてくるんだよね毎回。字下手だね、癖字だよね、なんかね、なんかオタクっぽい字でを書くよね。すげえわかるわ。あ、37号さんうるさい、うん、じゃあ見るなよ、うん、猫間も猫間のお母さんも全然気にしないって言ってくれてんだから、迷惑なんかかけてないですよ。勝手に迷惑にしないでください。お母さん普通にストレートに言ってくれるから。なしの方が好き。字も個性あっていいと思うけどね、うん。和戸監督応援したくても猫間とお母さんが偉そうな態度取るとイラッとして投げれなくなる。投げてない人がそれを言ってもっていう感じかな。なんか俺に投げてくれてるんだったら俺もそれの対応を考えないとって思うじゃん。いや、こういうリスナーさんがいるんで、こういう風にしてもらえませんかって言えるけど、五号さんぶっちゃけ投げてないでしょ。投げてるんだったら、今投げてくれるんだったら全然意見聞くけど、投げてない人の意見なんか聞きようがないよ、そんなの。文句言ってるだけじゃん。じゃあ投げてよ、苦しいって言ってて放置してるんだから、じゃあ俺のこと応援してないってことでしょ。俺が助けてよ、苦しいよってみんなって言って、五号さん助けてって言って助けてくんないでしょ。なんで俺のこと助けてくんないのよ、俺五号さんのこと助けんのよ。五号さんが助けてくれるんだったら助けるよ、こうしていきましょうって、うん、そうじゃない。そんな匿名でね、私投げてましたって言われても分かんないよ、うん、ありがとうマキロンさん、ありがとうマキロンさんから大花火いただきました。銀河ギャラクシー、ありがとう。大花火ありがとうマキロン、ありがとうね。ってことはマキロンが5号だったってこと？マキロンは5号なの？なんか今のタイミングで投げるとすげえ語弊があるけど、マキロンは5号なの？ふわっちは相手もありきですよ、うん。午前中にファンタスティック投げた、その人かどうかわかんないじゃん。なんでみんなわかんない？彼女変わって和戸くんかっこよくなった。そう？かっこよくなった。ありがとう。週2くらいアルバイトすれば。ね、違う？マキロン。ありがとう。応援してくれてんのね。ありがとうね、マキロン。それでも愛を選んだなんて素敵。だって、お金に代えがたいじゃん。ワドちゃんの笑顔増えた。そうかな、ここの部屋チームはお母さんのプライバシーの問題だから俺からは話さないよ。そんなのなんでリスナーに言うのよ。お母さんが言うならまだしもさ、
俺が話す話じゃないよ。俺が話すべき話は俺が話すけど、俺が話すべき話じゃないんだったら俺は話さない。人の実家に転がり込んで自分のプライドで働かないとか意味不、ちょっと何言ってるか分かんない。お母さんに毎月いくら渡すのかは、下のツイッターを読んでください。で、ツイッター理解したらいいね押して、分かった人はいいね押して。夜の営みは頻度は減ってるけど、たまに。髪黒も似合う？黒じゃないよ、これブルーだよ、ほら。オールバックにしてるだけ。ブルーだよ。花火以外はゴミアイテムって言ったのは僕じゃなくてドレさんです。 配信履歴は月謝ね。いや、嬉しいよ。アイテムもらったら嬉しい。ネコマはね、プロじゃない。ネコマはプロじゃなくて、今アマチュアで、彼女イラスト上手くて、で、漫画を描いたら仕事が来るんじゃないって言って、プロデュースして、こういう配信者、これ俺で、これネコマなんだけど、こういうイラストを描いてますね。で、イラストの仕事と、漫画とか、もし、仕事もらえたら、多分チャンスが広がる時代だから、配信者の漫画どんどん描きなって言って、で、4コマ漫画アマチュアで描き始めたって感じですね。月の収入希望金額どれくらい？さっきも言ったんだけど、毎日花火25発上がったら月30万ぐらい手取りになるから、そしたら猫間にも迷惑かかんなくて、お母さんにも迷惑かかんなくて、自分の食費や生活費全部できて、さらに言ったら、配信の企画やアートワークの活動のお金も稼げられるから、1日花火25発を目標に頑張ってますね。そんな感じです。あ、ありがとう、51号さん。DM 送ってあげてください、彼女に。昔はね、毎日20発ぐらい上がってたからね。頑張らないとって。漫画描くの大変だろうけど、1日1個でいいから漫画読みたいな。そうだね、今日とかは多分2時間ぐらい描いちゃってたんだけど、書き込んでたんだけど、ささっと描くと30分40分ぐらいで描くから、それくらいの、もっとラフに描いていいんだよって言ったけど、今日力入れて描いてたね。開いてる。嫌われてるから花火無理だよ。一部の人が書いて、花火くれる。一部の好いてくれたり、応援してくれてる人がいれば、それでいいです。雑談たぬきは見ないですね。俺、マウント取ろうとなんかしてないよ、全然。普通にみんなと楽しくお話がしたいだけ。誰が上とか誰が下とかじゃなくて、普通に喋ってるだけっすよ。花火師はスポンサーですからね、僕の大切な。花火師さんのおかげでこうやって生きていけるんで。顔穏やかになった、ありがとう。
鼻毛切った鼻毛を切った、感情抑えてないですよ、感情抑えてない、表情穏やか、家賃をいくら払うのかは、あの下のツイッターリンクに貼ってありますね。ここ下のツイッターリンクをご覧ください。花火支援金で花火投げてるので理由は知りたいです。ペンディングって何ですかね。映画制作はペンディングって何だろう。ちょっと待って、ペンディングを検索するね。ちょっと待ってね、ペンディングになってる理由。ペンディングとは事柄が未決定のままであることを保留。あ、いや言ってますよ。単純に今生活が成り立たなくなるぐらい、あの収入が追い込まれちゃってんで、一回制作の方を中断させてくださいっていう。あのもちろん映画制作に関するあの支援がある場合っていうのは、あのもちろんスポンサーで協力させていただいて、なんだろう、スポンサーになっていただけますけど、今ちょっと自分の生活がままならない状態なんで、一回ストップさせてくださいっていうことを言ってますね。ちょっと生きるか死ぬかみたいな状態なんで、それが理由です。一応その映画制作に関するその費用っていうのは全部もう機材に投資させていただいてるっていう状態ですね。ツイキャス全然稼いでないよ、まあそれは普段放送で言ってることなんで、あのこういう状況でもあの労働っていうものをしないっていうのはなぜなのかっていうのは普段お話している通りで、あのまあプロフィールページにも書いてある通りですね。ツイキャスでねキートス一回やったんだけどダメだったんだよね。1円も入らなくてやめちゃった。中毒だね。最近一番楽しかったことは捨て頃3で勝った時かな。捨て頃3で手バッて上げられた時のあの感動、あれはすごかったね。あそこじゃない？6月の2ヶ月前か、6月の23、そんな感じだね。ジョジョのね、俺はね4部が好きだね。シベロハンとかキラが好きで、キラ吉影が大好きで、4部5部が好きだね。4、5、3かな。何になるのこれ。いや、話したいことは話してますよ。言いたいことは言ってますね。ソファーは購入になってないから届かないと思うね、誰も買ってないですね。今一番幸せ感じるときは花火もらったときですよ僕配信者ですよ。花火をもらったときに生きてる実感がありますね、はい、正直ね。まあ、因縁のあの人とやってほしいっていうか、相手方のね都合もあるからね、花火が一番収入いいですね。大花火とか花火が一番いいですね、はい、
まあ金額が高くなれば高くなるほどいいっていう、すごくシンプルですね、割合は。だから花火いただけるとテンション上がりますね。ドレさんとやって勝てるかね。 ドレさんとやったら感動するだろうな。一回フルボッコにされてるから。猫も寝てるよ。ドレさん最近やってないらしいよね。どうしたの？おでこシワあるよ、ほら。あるある。金玉蹴り上げてやれ。俺ボクシングにスタイル変えちゃったかな。一番好きな映画は何だろうな。一番好きな映画インディ・ジョーンズかな。バカっぽいでしょ。中卒っぽくていいだろ。インディ・ジョーンズかな。最後の聖戦かな。ダイ・ハードとか。バカっぽくていいだろ。ターミネーター2とか。あ、そうなんだ。僕はあんまり人の枠とかに関心ないんで、あんまり人の枠については言及はしないですね。まあ、でもプロフィールに書いてある通り、ちょっとタームが変わったんで、なんて言うんですかね、楽しく放送やりたいだけなんで、荒らし行為とか、誹謗中傷とかは、やめてください。楽しくやりたいだけなんで、荒らさないでください。僕は誰も攻撃をしないし、誰の批判もしないんで、配信者さんの。静かに楽しくリスナーさんと過ごしたいだけなんで、荒らさないでください。知ってる知ってる、52号さん知ってるよ。なんかドルさん元気ないのかな、どうしたんだろう。やりたいだけなんで、名誉毀損についてなんですけど、なんか本当のことだから書いていいっていうのは大きな間違いですよ。刑法を読んだ方がいいっすね。知らない人が多いのかな。説明した方がいいかな。ツイッター鍵かけてんの？ドルさん。あ、そうなんだ。なんかあったのかな。減らってんのかな、今。名誉毀損って事実かどうかって関係ないんだよ。知らない人結構いるんだよな。名誉毀損、事実だからネットに書いていいっていうのはすごく間違いだよ。子供になるかな、アドロさん。なんか心配だな。裁判するのお金かかるかどうかっていうのも、そこもね、大きな誤解があるね。まず、IP の情報開示とかってほとんど数千円とかでできるんですよ。あと名誉毀損かどうかっていうのは事実の有無関係ない。家賃は払うよ。ただ安くはなってるから、出費は減ってる。見られないよ。お母さんいるところでそんなことしない。ご厚意で投げてくれてるんだよ、アイテムは。これで
なんか生活を達成してっていうご厚意で投げてくれてんだよ、リスナーさんは。それをなんか引っ張るとか騙すとかそういう表現は良くないよ。放送ありがとねって、放送楽しいよって、チップを置いていってくれてるんだよ。猫ま声でかい。投げてるアイテム投げてくれる人で悪く言う人なんかいないよ、本当だよね。1日6回もやってたのにね、バカだよね、猿だよね、鼻にしてるのはノーズミントだね、みーちゃん誰それ、セックスレスではない、うさぎちゃん元気だよ、リーダーさんはどっち、よっ働いてる人はリスペクトしてるよ、全然、おー感じがいいよな、岩木さんいらっしゃい、お疲れ。土方をバカにしてるわけじゃなくて、土方が嫌いって言っただけね、肉体労働に従事してる人に対する嫌悪感があるっていう話をしただけで、肉体労働を否定してるわけじゃないよ。お風呂入ってるよ、別に生活嫌じゃないよ、はい、どんな感じの枠ですか、アートとか芸術をやってるアーティストの枠ですね、あと精神世界とかのに対する探求とかをしている枠です、はい、だからアート芸術家の枠だと思ってください。土方の経験一回あるね、荷上げやってたね、はい、わざつこんばんは。どの辺が肉体労働者に対する嫌悪感があるの、なんだろうね、なんかすげえどやされて、すげえなんかガン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 、なんかアルバイトのなんか変な人になんかやからみたいな言葉使われて、で昼休みになんかジャンプ読みながら、ねえベジータって最強だと思わねえっていう会話を聞いた時に、あここ俺のいる場所じゃねえなと思って、その場合バックレて帰ったね。なあベジータって本当に最強だと思わねえかって言ってて、あダメだと思って無理だここと思って、それそっから苦手だね俺、無理だって。配信がダメになったらどうするの、ダメになった時に考えますね、あまあかっこいいと思う人は全然いいと思いますよ、僕は苦手だったんで、ベジータは孤高の選手で強くて最強ですよねとか言えばいいことに、やだよ本気で言ってたもんベジータマジ強えよなと本気で言ってたんだよ、少年ジャンプ読みながら、37とかのムキムキのなんか背の低いムキムキの37ぐらいのなんかあっさぐらい人がベジータマジ最強だと思わねえ弁当食いながらスーって帰ったね、やべえなと、
くらしてきたのは、そう、太ったかな太ったかもしれない配信する前はネットワークビジネスとかやってましたね。ああ、ふわっちは多分2年後多分ないんじゃないかな。大手配信者とかなんか別のサイトに移動してると思うな。なんか、うん、俺ふわっち好きだからなんかこう永続してもらいたいと思うけど、なんか今あんまり良くないかなって思ってるかな。伊達じゃないよ。裸眼だからぼやぼやするんだよね。この距離になるともう見えない。ここで見えない。ここで見える感じ。バーのオーナーじゃんよ。あの曲がりして店やってただけだね。ネットワークビジネス怪しいかな。そうかな。みもさんね、全然配信やらないですね。全然やらない。あれはね、自分で会社経営やってた。ふわっち2、3年ぐらいじゃないかな、だからアイラとかワカとかなんかあの辺全員いなくなったもんね。オーナーではないんじゃないのかな。店、まあ自分でやってたね、飲み屋とかで、ね、いや この距離だと見えるから。配信自体休んでんじゃないかな、アイラは、てかね、俺ふわっちダメだなと思ったのがね、ナイスの機能だと思うんだよね。あれさ、だってその花火バンバン投げてる人からするとさ、運営に半分取られてるわけじゃん。でそのね、頑張って何百万何千万って稼いだ金がさ、金梅さんとか大手配信者の一部の人に流れるだけじゃん。金梅さん花火飛ばなくなっちゃったじゃん。ナイスがあればいいやってなって。で、リスナーも何百人もいる人もナイスがあれば100万とか入るんだってなって。俺らには入らないわけじゃん。花火投げてもらわないと。だからなんかぐちゃぐちゃになって。で、なんかこう、イケボ系の配信者がいなくなって。なんか悪循環な気がするんだよね。あれなんかアイテム投げるサイトで盛り上がってたのに、なんか無料でね、100万とか200万もらえるんなら、じゃあ投げる必要ないよねって、リスナー冷めると思うんだよね。うん。ナイスって100万とかもらえんだよ、あれ。うん。だから、俺とかね、花火もらわないとやっていけないから、結構きついよね。うん。アイラメンテナンスしてるんだ。まあ、戻ってきてほしいけどね、やっぱ。また沸かせてほしいよね。うん。ナイスはだからナイスを押してトップ1位とかになると数十万とか数百万もらえるんでしょ、うん、いやだから一部の人だけじゃん。ふわっちだってね、数百人数千人ぐらいいるわけでしょ、配信者。俺らからすると関係もないからね、うん、ナイス機能あんまりいらないかなって俺は思うかな、まあ、金梅さんとかは儲かるからいいと思うの、ナーボーとか。だけど俺らみたいな中堅どころ全く関係ないし恩恵ないから、なんかトップ5人とかが100万とか10万とかもらってもさ、俺らの収入増えないからね。金梅さんそんなこと言ってたの。おお、アグリン久しぶり。普通に戻ったね。ブルーだよ、ほら。ブルーの髪の毛だよ。オールバックにしてるから、生え際が黒なだけだよ。ブルー、ブルー。青でしょ。この辺は。髪の色黒だよ。それだったらリスワンとかの金額1万円もらえるのを10、1日10人とかにすればいいのにって思わない？
10万円とか100万円をさ、ばらまくんだったら、リスワン1万円1人もらえるのを10人とかにして、それだったらさ、配信が稼げる人って、る人とかがさ、閲覧がある人に1万円とか生活費、花火の分配がされて、みんなね、頑張ろうって言って、面白い配信やろうってなった方が良かったんじゃないかなと思うけどね。なんで閲覧1日で1位取ったのに1万円しかもらえないんだよっていう。昔はその金額でよかったけど、今ね、全然、ナイスとかやるぐらいだったら、リスワンの人数幅広くすればいいのにと思ったんだけどね。でも別にいいんだけどね。今月の支払いが結構やばいかな。引っ越しとか月末の支払いとかがクリアできたらだいぶ楽になるかな。リスワン10人いたら、本当だね、リスワンじゃないね。ナイスツッコミだね。リステンだね。本当だわ。いや、1万2万でかいよ。だからさ、ねえ、もうファンタスティック花火とか飛ぶと心臓止まりそうになるもん。マジかみたいな。ファンタスティックスかみたいな。さっき大花火上がってテンション上がっちゃったよ。ファンタスティックとか見ないじゃん、俺の枠で。もう、何ヶ月ぶりみたいな。嘘でしょみたいな。いやー、もうすねえ、感動するよね。10発投げてくれる人まだいたんだみたいな。グレート花火とかファンタスティック見ると超、まあまあクール花火とかはね、週に1回とか週2回ぐらいあるじゃん。うあざーすみたいな感じだけど、グレートファンタスティックはね、ちょっとビビるね。恥ずかしいことに CM はね、今ね、打ってる、スポンサーがいないから打ってないだけですね。ファンタスティック5000円入るんだよ。一瞬で5000円入るんだよ。大花火は1000円入る。いやー、嬉しいよ。いや、びっくりするよね。ファンタスティックは。リスナーもびっくりしない？かける10みたいな。ここはどうの枠みたいになるよね。まあ、どっち。いやー、嬉しいよ。いや、おっさんはだって、キングオブ、ね、あれだもん。これ、なんか、ノーズミント、ノーズミント。ノーズミントっていう、ドン・キホーテで売ってるよ、これ。検索して、ノーズミントで。あ、お嬢じゃん。久しぶり。元気。ひっそりとびっくりしてた。びっくりだよ。企業案件は統合フェスで終わりかな。でもね、さっきも紹介したんだけど、統合フェスめちゃめちゃ面白いよ。いいよ。花火の時のリアクション小さく萎縮しようか。わかった。そっちの方がいい。静かにやった方がいいのかな。コルビジャンソファー送られてこなかった。これ出演する統合フェスなんだけど、結構ね、面白いことになってて。新宿ロフト、椎名光、柴田とかで、みそのとか佐藤珠緒なんだけど、俺ここに出るんだけど、統合フェス出させてもらうんだけど、9月の8日。これ面白いのがさ、これ統合フェスライブハウスプロレス、柴田に勝ったら100万円、キャットファイター15人掛けっつって、セクシー女優15人 VS 柴田っていうさ、これ神企画だと思わない？普通に吹いたもんで、ね、どういうことと思って。ライブハウスでプロレスやんだよ。柴田に勝ったら100万円、キャットファイター15人っつって、ちょっと面白いよね。めちゃくちゃだよ、ね、いや、ちょっと面白すぎると思って。これはね、ちょっと楽しみなんですよ、僕も。アグリに来てよ。チケット買ってよ。
生活費の漫画分かりやすかった。いいね押して、あ、延長したいんでアイテムお願いします。ぜひ花火一発いただけたら延長します。よろしくお願いします。ちょっとね、延長代ね、節約することにしたから、花火上がんなかったら延長しないようにしてる。金払ってみるレベルのものじゃない。半癖じゃないよこれは。アロマみたいな。日曜日、日曜日来る？アグリン来てよ、日曜日だよ。日曜日ですね。え、道路工事の仕事？何それ。日曜日9月の8日、日曜日、新宿ロフト。来るんだったら連絡ちょうだい。柴田も来るし、いろんな配信者来るよ。配信者はね、野田ゾーリー、便所太郎さん、石川のりゆきさん、桃奈々、3倍目光る直樹兄さん、バファリンさんとかいっぱい来るから、連絡ちょうだい。アグリン来れる？肩はぶち切れ中、警察来た。肩はって誰？花火一発もらったら延長します。柴田は姫、ケーキ姫にセクハラして恨まれてんだ。一回一回アイテム開いて8発買うのめんどい。あー、デフォルトにすればいいのにね。一回8発つけたらそのままね、つけっぱにできるようにすればよかったのにね。そうそう、ファミリーマートの店員さん、そうそう。え、間接照明だよこれ。あのね、違う、持ち上げてんの、電気は消してる。ほら、あそこの間接照明だから、これくらいの暗さだよ。カメラの方でライト明るくしてんの。実際はすごい、実際は暗いから大丈夫。間接照明一発しか立ててない。ちょっと待って、接続切れちゃった。めんどくせえな。映像構成、ちょっと待って、カメラ制御、これでいけるか、これでいけるかな。なんでキツネやらないの。タヌキやってるから大丈夫なんだよ。そうそう、 AKB の人、あと、みそのとか佐藤玉緒とか出るからね。今、新潟に住んでるから、明日親にこじってみます。ああ、了解了解。新潟にいんだ、今。もしこれそうだったら連絡ちょうだい、LINE に。光の魔術師。どうもこんにちは、イルコでーすって。めっちゃ嬉しいでーすって。実際は暗いよ。新宿ロフトは、キャスバーの下。キャスバーの下だね。キャスバーの場所わかるかな？ゴジラビルあるじゃん。映画館の東宝シネマズ。あれの裏かな？お寿司屋さんの前。回転寿司の前だね。いや、生活できないじゃん、それじゃ。113号さん、俺の生活費、生活費を作るために延長代を抑えてるんですよ。歌舞伎町ですね。大久保ドンキの並びの地下のところは阿佐ヶ谷ロフトじゃなくて、なんだっけ、なんか別のロフトだったと思う。一応系列は系列だけど、わかる。そうしたらアグリン、その日、出番ね、以外は、上でキャスバーで飲んだりもできるから、一緒に過ごそうよ。ね。もしよかったら、あの子と来てよ。なんだっけ。ありがとう。めっちゃ久しぶり。ありがとう。手持ち花火ありがとう。サンキュー。手首最近つけてるよ。やってるやってる。正解だよってやってるよ。めっちゃ久しぶり。誰？おお、久しぶり。ああ、ありがとう、ありがとう。ああ、久しぶりだね。最近来なかったじゃん。寂しかったよ。ありがとうね。ああ、落ちた。
延長しないで枠取り直したら50円はかからない。1回延長することに50円かかる。ありがとう、手持ち花火ありがとう。じゃあ花火上がんないから今日これで終わりにするわ。申し訳ない。手持ち花火ありがとうね。ビジュアル系のライブ好きなんだ。アグリンなんかいろんなもんカバーしてるよね。最近どうなの、元気なの？なんか配信もやってないみたいじゃん。あと2個でエンチケだったのにリセット。どういうことどういうこと、たこ焼き作っていた時嬉しいね。配信ね、何事もお金稼ぐの大変だよ。あ、レジでリセットされちゃうんだ。そうなんだ。あとさん、スキピありがとう。ありがとうね、嬉しいよ。フォローして、Twitter もフォローして、YouTube もチャンネル登録して。まあ、あとさ、まあ最後に告知なんだけど、猫マのお母さんに払う生活費決まったから、これ見といてください。この Twitter 見といてください。見たらいいねとリツイートお願いします。いいねボタンポチッと押してあげて。お母さんに払う家賃と生活費と食費のことが書いてあるんだよ。延長のたびに花火ねだりますね僕は。はい、皆さん誰か花火一発投げてくれたら延長します。もしよかったらまだ30分見たいなと思う人は花火投げてください。よろしくお願いします。誰か投げてくれるかな、もう次枠もし花火なかったらこれで終わりにしますね。明日企画があるんで。レジンリセットは悲しいな。字が小さすぎて見づらかった、107号ありがとう。スキピ、お腹いっぱい。じゃあ今日はこれで終わりにしようか、ありがとう。俺もタバコ一本吸って寝るわ。じゃあ明日はね、海水浴行くんで。そう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 、タイのやつ、そう、これね、終わりにしよう。おやすみ。まあみんなも明日あると思うんで。そうだよ、布団そこでしか布団ないからそこで寝るよ。もしよかったらじゃあ花火投げてよ。じゃあ皆さんお疲れ様です。また明日、明日は海水浴です。お疲れ、バイバイ。